東京から山口県の小さな島に越してきたナギ。働き者のお母さんと姉妹社のおばあちゃんとの3人暮らし。先生、あの2人って付き合ってるのかな。わらじい、笑わないじじい、略してわらじい。どうでした、どうした。ある種のパニック障害なんじゃけどね、ナギの父親が夫婦喧嘩っちゅうか。この世界に。でもあの人、もしかしたらナギには連絡しちゃうかも。パパ？パパ？もう一度君たちと一緒に暮らしたい。ナギが見つめる先にある寄り添い共に生きるということ。どれだけしっかり生きたかじゃけ。運命に向き合いながら3人が選んだ未来とは。ナギの島。